TV イエーはい、はい、まあ今回は、9月のね、はい、増刊号ということで、まあもう9月もほんまに終わりですけど、9月も終わりだつより男2人で、なんかこんなところでまあね、もう鼻もないですほんであの体ももうなんかあのヘドヘドになりながら ね, ここになってきてね、もうくったくだになってますよ、ね、はい、まあでもまだまだこれから ね10月も走らなあかんので、ちょっと気合い入れてねいかんとダメですけども、自己紹介しておきますか。はい、ということでキッズカンパニーボスこと中谷に進むとソロワークケンケンです。はい、よろしくお願いします。鼻ない鼻ないねあ大丈夫大丈夫、ね、ねいわゆる、まあ、ちょっと僕らサイドの、この昭和世代のね、おっちゃんおばちゃん層をちょっとこう獲得しようね。そっちの方に全部路線をね。獲得してね。はい。で、この番組はですね、スタジオキッズカンパニーの、まあ、普段の仕事の様子ですとか、まあ、この関西にね、いろんな面白い人とか、まあ、場所だったり、イベントだったり、はい、すごい方もおられますし、はい、面白いね、何かもう、いろんな、その、イベント何がありますので、そういった部分をこう僕たち目線で自由な発想でこの配信をしていこうと、はい、できればととんでもない、はい、番組となっております。もうなんか何でもありだよって最近言わないね。まあまあ何でもありだよ。分かる。いやもう見てる人がね。まあそう言いながらまたなんかあれやろ、お前らのなんかこう、まあね、身内ネタとか好きなことだけ配信してんねやろっていうあれもありますから。そんなことないよ、うん、この間だってほらバルーンね出てもらったりとか、あまりだって僕らかけ離れてるでしょ。そうどっちかっていうとそうで ね、なんかほら来ていただいて、実際ああいうのにこう触れると、なんか心和むでしょ。そうなんかね癒されるの、風船の中で、番組がいつもねそう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 、なんかこうそういうところでやってないのに、こうちょっとメルヘンチックなさ中でこう言うとね、なんか過激なことを言えなくなるんだよね不思議と。たまにはああいうこともやっぱ大事ですよ ね。あれスタッフがさ、こう毎回今度あれ出したらどうしよう、過激なことこいつら言いそうだからみたいなのでさ、これあれば言わないでしょ。もうなんか可愛いクッションとかいろいろスタジオに置き出してピンクのフォアフォアとかね。いやでもまあそういうねいろんな方を交えてね、こう番組やっていくとまたその人のなんていうのかな、こうほら同じ僕はその特殊メイクとして、ケンケンはそういうミュージシャンとして、でまたその違う方は違う方なりの世界観っていうのがあって、でも一番僕いつも思うのは、まあ結局のところ、なんか目指してるところは同じなのかな。なんかそう最終なところってね、なんとなくねそうなんですよ、ね、だから誰のためにとか、もう別に自分のためにこうなんかしてるわけでもなくて、やっぱりその相手がいてたりとか、お客さんがいたりとか、っていうところとかね、そのやっぱり一つ一つ何事でもこうやることのその苦労を全てみんな持ってるじゃないですか。でもそれは実際その現場では分かんないですよね。現場ではもうなんか華やかな綺麗なイメージとか、僕らだったらグロテスクなグロゴロなイメージだとかあるんですけど、そこ行き着くまでにはもうほんまに泣きたいぐらいのね、苦労もありますけど、だからそういうところも一切こうなんかこう見せずに、なんていうんだろうな、その世界観だけでね、やってるっていう、なんかこう素晴らしいなと思ってて、なんかそういう人いろんな人とこう触れるたびに自分も頑張らななって思いますよね。なんかさ、こうほらいつもよく中谷と話してて、俺が使う言葉で言うと、同じ匂いがするよねっていうね。そう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 、この人同じ匂いがするんだよなっていう、だからなんかこうなんとなくこうね感じ取れるというかね、自分たちがやってきたり通ってきた道とねまた違ったところなんだけれども、似たようなところをちゃんとね通り抜けてきた人なんだろうなっていうのがすごくなんかね感じ取れるというかね。だってさ、そのルイザなんね、でもやっぱりその
こう常に新しい何かその表現方法っていうのを考えてたりとか、うん、勉強してたりとか、うん、やっぱりそのジャンルを特化するためにこうね、うん、努力をしてたりとかっていう部分、うん、そういうのを感じるとね、うん、なんかねやっぱりすごいなと思うんですよね、やっぱりこう、うん、ほらあの方はほら日本の、ね、方じゃなかったから、うん、もう言葉にねなかなか自分はうまく喋れないんで、うん、だからって考えた結果踊りながらっていうとやっぱでもそこで考えることが大切でしょ、でも結局こうやってできてないで、でもまあそれは彼女しかできないことなわけだからね、まあまあうん、だからそういうやっぱりさ、うん、やっぱ自分しかできないことをそこでちゃんと編み出していくっていう、うん、そういうのすごいなと思いますよ、ね、でねやっぱりほら、うん、あの根が明るいでしょう、うんうんうん、ああいう海外の方っていうのは ね、うん、そうね、だからこうイベントとかで、うん、まあこの前でそういうのをやってても、はいはいはい、やっぱりこう楽しいですよね、うん、なんかこう自然にできちゃうんだろうね、うん、そういうことがね、うん、やっぱりそういうねなんかこうみんなそういうなんかいろんなこう努力とかしてて、うんうん、いやーすごいなーってもう どのゲストさん来てもらってもね、うんうん、そうですよね、感じますよね、うんそれはそうですよね、何もなくてやっぱこうね出て、まあだうん、まあ出る人だからやっぱ何かしら持ってるんでしょうきっと、まあ ね、 ね、うん、だからまあ僕も、うん、まあまあそうですけどやっぱり、ゲストに来ていただくにはね、うん、やっぱりそれなりのちゃんと活躍をされてて、うん、で自分がやっぱり最も信頼してる人をやっぱり呼びたいじゃないですか、うんうんはいはい、ねだからそういう人たちのその、ね、心の声っていうかな、うん、まあ普段こういうことをやってるけど、うん、実は裏側はこんなんなんだよとか、うん、もっとこういうね見せ方があるんだよとか、はい、苦労があるんだよっていうところを聞けたりすると嬉しいですけどね、なんかね僕ねこの番組でいろんな方々にね中川さんってね、うん、紹介してくれて出ていただいて、うんうん、すごく一番本当に思うのがねみんなねなんかね飾ってないんだよね、カッコつけてないっていうか自分は演じてるわけじゃないの ね、みんな自分なんだね、素のままの自分でそれを普通に、うん、まあ普通にっていうわけじゃないんだろうけどね、うんうんうん、それでいて特にそうこうねなんだろう自分を作ってるわけでもなく、そうですね、その自分でそれをずっとやってるっていうところが、うん、それがやっぱりあれかな、素晴らしいですよ、このインターネットテレビとこの民放局の違いなのかな、うん、あ、なるほど、ね、こうちょっと作っちゃうもんね、うんうんうん、あの芸能人の人っていうか ね、まあやっぱりこうねなんかこうみんなに見られるっていう ね、意識のことでやるから、だからかえってこういう番組の方がその素に近い状態を垣間見れる、普通に聞いてね、うん、普通になんか喋って普通に書いていくみたいな感じでしょ、うんうん、なんかすごく ね、 ねあのねなんかこう近く感じるっていうか、うん、ねなんかこう逆にこっちもこう腹割って話せちゃうみたいな、そうそうそう、そこはありますね、ねなんかこう、ね、普通に喫茶店でお茶しながら喋ってるようなね、うん、そういう感覚でね、そうそう、だからそれはやっぱりこういう番組の一部分ですよね、うん、なんかね、うん、カメラがあること忘れちゃうもんね、普通に話してる、うん、なんかね楽しくなってくるともう本当にそこの世界になっちゃうっていう、ね、特にソルバクはないや本当にでもどうなの、どこにカメラ仕込んでるか分からへんからね、むちゃくちゃ怖いからねあの番組だけど、うん、あの番組さ、だからそれでいて何視聴率とかさ、うんうん、もうどんどん分かんちゃうかなと思ってたけど、うん、何気にちゃんと一応視聴率もさ、まあまあ根強いじゃないですか、並行して、うん、まあ、3年も続けられるような状態になってきてて、うんうん、でなんか特にふざけんなとかいう書き込みもなく、うん、怒られるような話もなく、僕ね、なんかね一回で、うん、まあ、これちょっとあれなんですけど、うん、そのアーティスTVでソルバクサミットをやりたいなと思ってるんですよ、はい、おおはいはい、だからいいのっていうのはどういうことかというと、ソルバクの番組に僕は自分のカメラを持ち込ませてもらってとりあえずそれを収録します、はいはい、でそれをアーティスTVで流すという、ああ面白いですね、うん、そのやってくれる、それなんかやりたいな、いいっすね、それね、うん、やってほしいっすね、やりましょうよ、それだからなんかそこがそこの番組と番組のコラボみたいなのがね、うん、なんかいいっすね、うん、できるかなと思ってちょっとまあこの間ほら中田さんが騙されたよ騙したわけじゃないんだよ、騙したわけじゃないんだけど、まあ、最終的にね結果的にはなんか、うん、そう騙す、まあ騙したっていうわけじゃないんだけど、なんかいやいやあれは完全に騙してるよ、ドッキリみたいなね形にはなっちゃったんだけど、うん、まあ、だからなんかそういう形でなんかね、うん、だからそのアーティスト TV のカメラが入ってるっていうことはスタッフ制度には内緒にしてやるのも面白いね、今回は。
だから前回はさ、逆にさ、スタッフサイドに俺たちが騙されたような感じや、うんうんうん、逆にさ、でも、これ言うたら、あ、そうだね、もうバレてるやん。言っちゃダメだよ。どうだよ、今言ったらもうバレてるやん。スタッフ見てんのがダメだよ。なんだな、なんか違ったこと考えようじゃん。ね。ねほんまの。何でも言っちゃうからね。そうそうそう。ね、なんでほんまに。あれだよね、だからさ、そのワークサミットの方でも、うん、なんか光プロジェクトとかさ、立ち上げて今やってるじゃない、うん、で、そこの部分はさ、今もコラボしてるわけじゃん、はいはいはい、ってことね、うん、だからまあ番組コラボっていうのも面白いし、うん、で、また光プロジェクトね、こういう形でちょっとあの、うん、ね、コラボしながら、そうですね、ちょっとずつね、また進展がありましてね、今まではだからあの CD でね、うんうん、あの中谷とね、うん、この5曲入りの ね、で、500円っていう形でやってきたんですけれども、うん、今度こっちか、こっちだね、こっちだね、モニターだと反対映っちゃってか分かんないよ、これこれこれ DVD ね、これが、うん、これ光プロジェクトの大元のこの光っていう曲をね歌ってる博多田ブリスコさんがですね、うん、なんていうの、あの PV を作っていまして、うん、でそこにうちの番組としてその大阪配信の光プロジェクトのメンバーがそこにちょっとこう、うん、一緒に出させてもらってるような形の、あれほんまにね V を作ったんですよ ね、ほんまに一緒に演奏してるみたいな感じになってるもんね、うん、でそんなのを、一応出してますんで、うん、これが1000円で、現在売られております、はい、でこれ庄屋カンパニーのホームページの、そのね熊本の支援の、うん、入り口がありますんで、そこをクリックしていくと、詳細が出たりとか、はい、どういう形で買ってくださいっていうことだったりとか出てますんで、でね、そろそろね、もう今月末で番組もね、うん、最終のね日なんで、今日一応 CD の方のね、はい、売り上げもねそろそろちゃんと、うんうんうん、一旦あのまあ閉めるじゃないけど、はい、まあそのままあのホームページ上では、CD の販売はそのまましてます、やってますけどね、だけど一応一旦ここら辺で枚数のも見えてきたんで、うん、まあ一旦ね向こうにすぐしようかなっていうこともあって、はい、で一応今ねあの九州の方に一応問い合わせてます、はい、であのまあどこにね、うん、あの一番今必要なところなのかとか、あとはまあ信用できる場所がちゃんとねあの 僕が預かって持っていきましょうか、そうそうそう現場はね一応そういう形で、ね、あの光プロジェクトの方の大元の原さんの方に一応問い合わせはかけてます、うん、で一応向こうでまあねあの調べてもらって一番ここがいいんじゃないかっていうところをちゃんとあのご紹介いただいて、うん、であの寄付しようかなと思ってますんで、はいはい、その辺もまたね、うん、はっきりしてどういう形で使うかっていうのね、まあ、どういうふうになるかそのね、経緯を全部ね、こう全部ちゃんと、はい、お伝えできればと思います、うん、でまあまだまだ続行してはねやっていきますから、まだまだ続行してますんでね、はい、ぜひぜひ終わりではないので、はい、お力をお借りしたいと思います、よろしくお願いします。でまたなんか新しいものもなんか出してますわね、これね、これね、これはだうちの、まあ、夜桜、うん、チーム夜桜っていうね、パフォーマンスグループがありまして、ね、まあ、そこで僕の、曲だったりとか、うん、僕は DJ でやらせていただいてて、あとはダンサーのカンナっていうのがね、ティッシュっていうのだったりとか、うん、ループだったりとか、はい、いろんな形であのダンサーをやってます。多彩ですよね。彼女はね、本当にね、何でもやるんだよね、うん、あれね。で、普通だったら落ちたら死んじゃうようなとこまで上がっちゃうわけじゃん、5メーターとかね。普通ちょっと怖いなと思うんだけど、へっちゃだなのね、うん、でもまあ本人もヒヤッとしたことは何でもあるんですよ、まあそりゃそうでしょうね、いうような子なんですけどね、またでまあそのことをやってる、はい、ね、チーム夜桜なんですけれども、うん、今回 DVD を出しまして、うん、これ2枚、同時リリースっていう形で、内容はちょっとねあの異なっております、うん、でオレンジ色っぽい方、こっちか、オレンジ色っぽい方に関しては、これ R 指定です、うん、R15、うん、まあ一応ちょっとね過激なシーンもあったりするんで、うんうん、まあまあ僕らからすれば別にそれがね、まあ、ね、シーンとして作ってそれを見てよっていうことではないので、うん、ただ僕ら表現の中でそういうちょっと映像も入ってくるので、うん、まあこれはもう捉える側の問題でしかないんだけれども、うん、僕らはそういうつもりでも何でもないけど、やっぱ捉える側としてはねこれは暴力行為だっていうふうに見る人もいるんでね、うん、まあまああのそういうことではないんだけれども、うん、一応、まあ、R15 ということで、はい、まあ、15歳以上の方だったら分別つくでしょう、うんうんうん、まあね、それはあとは親がねちゃんと、子供さんっていう形でね、そうですね、いければいいんじゃないかなという
風な形で一応 R15、はい、で、緑色っぽい方、これはあの、うん、普通に、まあ夜桜っていうのはどういうグループなのって思った時に見てもらうと、あ、こういうグループなのねっていうのが一番分かりやすいのかなっていうようなDVD に仕上がっています。なるほどね。で、こっちオレンジの方はね、中山も、うん、特殊メイクで参加していただいてますね。はいはい、まあ現場もね、楽しかったですよね。そうそうそう。だ、あの視点になっちゃったのは全部この男の人。いや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 。一応それはね。まだ。来た。その辺も含めて、うん、あの買ってみていただけたら面白いかな。うんこういつもニコニコしながらなんかね優しそうなおじさんだなって、うん、でもねものすごい換気のものを作るんだなっていうのはこの映像を見ればわかるかなそうですかね気もします。僕は言われたことしか言ってないんですけどねなのでぜひぜひ、購入していただきたいそうですね、はい、お願いいたします。はい、はい、お願いします、はい、まあ9月はね、うんバタバタでした。ね、また、うん、でもあれだよね。何あのハロウィンはもうちょい先なんだけど、もう忙しいもんね。そうそうそう。だからね、うん、あのだいたいもう8、9、10なんですよ。うんうん、8月はやっぱりその夏休みね、お盆とかまあ夏休みシーズンでお化けでしょ。そうね、で9月だったらもう、うん、ねあの某遊園地とかも、はいはいはい、ハロウィンシーズンになってるから、そうだったね、同じようにもうハロウィンイベントがね、うん、ポチ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 って、はいはい、で実際にそのメイク教えてほしいとかまあ、うん、なんかワークショップなんやとか。はいもうあのこんなイベントやりたいねんけどっていう問い合わせがもう連日、うんそうですね、もうね気くるぐらいほんまにでもそんな嬉しいことないじゃない仕事がもうだからいちいちねもうね返信するのがねあまあまあ、ね、そっかそっか自分が返信しなきゃダメなのね、うん、2時間以上かかったからねさあ食べるよね、うん、で今頃さそのもうガチ本番の日空いてるわけない本番の日本番の日は空いてないよな。そうそうそう1年前ぐらいから抑える人だっているんだもんね。土日ね。うん、土日なんか空いてるわけないっつってんのに。なんとかなめだ、なんか。ダメですか、ね、知りませんかとかね。難しいよね。うん、だとね。さすがにちょっと。で、だからその、うん、ね、その知りませんかって、その頼む方も、だから、うんその僕らがダメだったらじゃあ学生さんとかなんとかとかね、それも逆失礼だよな。何でもいいのかって話。そうそうそう。でそうしてさまたそうにわかのね連中が出てくるんですわ、はびこってくるんですよこれいいのこの番組でそんなこと言ってこういうの絶対言うとかな言うとかなあかんわねほんまに。でとんでもないなんか傷メイクとかが世にはびこって、まあね、またそれがなんかね画像になってそうだ僕らもさあまりまあこうね中山と知り合って特殊メイクっていうのを見るようになったりとか、うん、すごくあの映画でも何でもね気をつけて見るようになったの、うん、だからすごくなんかあこれうめえなとかこれすげえなとか、うん、これ違うなとかいうのがなんとなく分かるようになってきて、うん、でそれを僕なんかはこれすげえなっていうのをフェイスブックなんかで上げてるとそれにいいのを押してくるおっちゃんがいるときはお俺正解だったんだねで これいいのついてないからあ俺ちょっと違かったかなみたいなさ、うん、そういうのもあったりして、うん、いろいろそういうのを ね見る目が変わってきてたのだからやっぱり、ね、一般の人たちってまだまだやっぱさそういうふうな、うんね、感覚がねえじゃないやっぱりだから ねなんかでももうその見た目だけでこんな感じなんちゃうっていう、うん、そうだねその自分もまだ判断できないような、うんその表現方法で OK とするじゃないですか、うん、そうだからそれを出していっちゃうから、うん、それが、ね、そういう一般の人たちは分かんない。またそれを真似していくから、ね、それでありだと思うんだよね、うん、でも僕らが考える時は、うん、絶対にそのもうその後ろの、うん、ねバックグラウンドまでちゃんと考えるじゃないですか、ねうん、でやっぱり今もう4人に1人アトピーの人もいててね、うん、その素材でかぶれたりとか安いからって言ってその百均のものを使ったりだとか ね、そういうものでやっぱりそのまあこのコンタクトレンズもそうですけど ね、だから非常にね危ない状況にもあるんですね。いろいろ問題にもあってるよね、うん、だからそういうところをしっかりとしたその知識とね、うん、技術を持ってやっぱりやってほしいので、うん
ぜひだから、まあ、やるなとは言いませんよ、うん、ね、あの需要があるんなら やればいいんですけど、ね、やるんであればしっかりと自分で学習をして習った上で、ね、ね、うん、やってほしいな、うん、そうだよね、うん、でそのために僕らはワークショップとか、うん、レクチャーをこうやってるわけですから、だからそれをきちんと、うん、あの受講していただいて ね、 そ、 でそっから広めていただく分には全然いいんですけど、うん、もう見よう見まねで、うん、もうやってるその危ないのがいっぱいあるんで、 ね、それもなんかええ値段取ってねやってるんですよ、ほんまにね、それにだから金出しちゃうやつもだから見る目ねってことなんだよ、うん、だからね、さっきね言ったみたいに俺はど素人でだって見てね、うん、写真上げてっていいねとかあるっていうのあるけどさ、うん、それと一緒でやっぱこの見る側の人間もやっぱ目をねもうちょっとこうね、うん、鍛えていってくれないと、うん、やっぱり騙されちゃうんじゃないんだけどさ、うん、これならいっかなんつって金払うようなものになってくると、うん、またちょっとね違ったものが増えてきちゃうんだよな、うん、やっぱその辺はねなんか冷たい目でいいんじゃない、だから、うん、俺だって同じですよ、音楽1枚 CD1 枚出したって、うん、悪いもの売れないんだから、うん、まあ、いいものを買ってくれるでしょ、うんうん、もうその辺はシビアなんだからね、うん、お客さんってだからやっぱりそのね、物を見る目っていうのがだんだん超えてくると、うん、やっぱね、そういうあかんものはあかんっていうふうに言ってくれる人たちも増えてくるんだし、はい、いいものはいいね、悪いものは悪いっていうのは、うん、やっぱもうこうね、なんか流されちゃうんじゃなくて、うんうん、なんかしっかりと ね、判断してね、うん、そう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 、うん、まあ、そういう形でね、まあ、こう普及されていくのは全然僕らもね、うん、ありがたいなと思いますけど、うん、間違ったようなね、そうだよね、部分ではちょっとね、あのもう賛成できないので、うん、まあ、そこはね十分気をつけてもらいたいな、ね、これも常々ねなんか言ってるんですけど、もうこの時期になると、うん、ほんまにいろんなところでねそういうのがこう目にするので、にやかっていうのは一番危ないよ、うん、だって事故につながるんだ、うん、そう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 、それって何でもそう、何の世界でもそうでしょ、うん、なんか結局にやかでさ、なんか自分なりに適当にやって、うん、こうなんでしょうなんつってやってるようなやつって絶対どっか事故起こすからさ、うん、でもそれってお金取ってるお客さんが事故っちゃうわけだから、うん、そこ考えないとっていう話よ ね、自分が事故っちゃうわけならいいけどさ、うん、相手あるものになるわけだから、うん、まあ、それはねちょっと気をつけて、やっぱりその自分がやることでそ相手がね、うん、っていうことをやっぱり踏まえてやらないと、それはお金取ってものをやっちゃいけないんじゃないかなって僕は思いますけどね、そうそう、だからまあならね、なんかちょっとこうできるから、その友達ね自分でもうサービスとしてやるような感じだったらそれはね、うん、ね、友達の中でね遊びみたいなね、うん、こうだよね、あれやねなんつって楽しくやるならそれで、うん、それでいいじゃない、お金取ってとかどうのじゃなくてね、うんうん、商売になってくるとまた別だもんね、それはね、だからそういうところはねちょっとまあやる側もその、まあ、お客さんの側もね気をつけてもらいたいなってね、うん、これはもう常に日頃からね、はい、思ってますけどねよかった、そんなにエキサイトしなかった今日、まあまあまあ、わかんないですよ、そのバックサミットでこんなの言い出したら大丈夫なのかね、番組これまだ来ないかっていうぐらい9月の増刊号やから、これ10月の増刊号やったらあそこであんなんやっとったでみたいな、こっちは終わったぐらい、そうそうそう、もうなんかねあそこであんなんやっとったけどあそこはダメやぞってもう大爆露大丈夫かこの番組放送ね、できるようにちゃんと、いやまあもうほんまにね穏便に行きたいんですけどね、はいそう、まあということで9月はねもう祭り祭りです、ね、この泉州地方 ね、 そうね、祭り祭りで ね連続ですもんね、うん、9月10月はね、うん、本当にまあこの辺りが、ね、もう年に一度のお祭りで、うん、でまあ例年ね僕好きなので、うん、岸和田の方とかも、うん、まあ、泉佐野とか泉南とかね、うん、この阪南もいろんなところであるので行くんですけど、はい、まあ今年もちょっとね岸和田の方は、うん、時間をまあ作って、はい、うん、行ってきましたけど、これね、まあ岸和田祭りってもうほぼほぼ全国区有名になったじゃないですか、うん、もうね、うん、やっぱり岸和田が一番なのかな、みんなの耳にするのなんとなく岸和田、まあ、うん、だんじりはね結構ね、この泉州とか南大阪から結構あるんですけど、うん、やっぱ岸和田が一番有名なんですよ ね、やっぱりだんじりイコールこう聞くのがね、うん、岸和田って聞くんで、まあそれを有名にしたのは、まあ、その岸和田ね市長さんがその番組を入れたりとか、うん、取材を入れたりとか、広げていったわけね、うん、あとまあその交通規制で、うん、ね、はいはいはい、あともうその小中学校高校、うん、全てその祭り日は、昔は9月の14、15っていうのは必ず岸和田祭りだったんです、うんうん、平日でも14、15、はいはいはい、だから
その岸和田の学校は全て休みっていうね。へえ、すごいね、うん、そうやったんですけど、最近はもうそのやっぱりこう見に来る人のことも考えて、まあね、土日とかね、その辺に合わせてますけど、ね、うん、昔はねもう日にちは決まってたんでね、つい数年前まではね。あ、そうなのね、うん、へえ。でまあ余計にそのこう拡散されて、うん、もう海外からとかでかね、はいはいはい、あの見に来る方が本当にいっぱいおられて、うん、でまあ僕はその試験引きと本番とまあ両方行きましたけど、うん、まあやっぱりね、あのおすすめは試験引きなんですよ。まだ見に来る人が少ない、それでも多いですよ、うん、多いですけどまだ見に来る人が少ないので、はいはいはい、よりまあ間近で見れるし、まあ本番さながらのもうね、走りとかが見れるので、うん、だからまあ逆にあれだね、年配の人とかね、うん、とそうそうそう、歩くのとかね、大変だっていう人は逆にそういう日に行った方が、試験日の日の方が ね、 ね、よく見れると思います、うん、ゆっくりと ね、で、うん、岸和田ってね、うん、結構この時期ほら台風だったりだとか、はいはい、天気で ね、うん、雨多いんですよ、はいはいはい。で2年前かなんかはもうすごい中土砂降りの中でやってましたけど、うん、でその時も僕ね、うん、カッパ着て行ってましたけどね好きなんだよね、本当にね、行ってましたけど、今年はね、うん、何にもこう多少たまにこうポツポツとね、うん、雨がさっと降った時もありますけど、ほぼほぼ雨もなく、あれだ、うん、だから台風来てるって言ってたんだよ、ちょうどでも間々にね、そう、それがね、なんかね、うん、ずれたんだから日にちが遅れたんだからねなんかめちゃくちゃ暑くなってたよね、うん、そう、うん、そうそうそう。でまあそのね、まあ試験日が両日、その7日と14日、うん、で本番が15日、はいはい、この3日間ね、まあ行ってきたんで、まあ、とりあえずそのね、岸和田祭りってどんなものなのか、まあ、実際まだ3日間の分が流れんの？そう、もうすげえ時間になっちゃうじゃねえの、またこれ大丈夫だろ？これね、編集なしで流すと1時間半あったおうおうおう、どうなんだよ、また3時間4時間番組になっちゃうじゃん、これなので、なの、まあとりあえずつまんでつまんで、つまんでね、40分ぐらいにはしてありますからそれでも40分、うん、でもまあもう十分ね、岸和田祭りの面白さとか、そうね、うん、その優勢さとかね、うん、そういうの伝わるかなと思いますので、ちょっとぜひその、うん、岸和田祭りの映像をご覧ください、はい、どうぞ。
Yeah!
Yeah.
Thank you.
Thank you.
さんもすごいじゃないですか。すごい人だねやっぱね、うん、で、まああのね、これあれなんですよ、このまあ僕らね、はい、やっぱり本番の日はなかなか近づけないので、うん、もう人ですから、はいはい、だから遠巻きにこうね、うん、ビデオ撮るんですけど、はいはい、どうしてもやっぱりね、もう後ろだし人の頭とかが入るんで、だからまあなんとか近づかれへんかなと思ってね、ちょっとまあずーっと下の方まで歩いて、こうずーっとこうね、なんていうのかな、サーキット状になってるような感じでこうぐるぐるぐる回ってるところ、そこまで降りていって、まあ撮って、まあそこ行くとやっぱり多少ね近くで撮れるんですけど、まあそこでもやっぱりねすごい人でしたけどね、うん、迫力がすごいし、あれだから現場で見てるとね、現場で見ると ねやっぱりその、ね、まあ、うん、ああやってカメラでね見ててもまあ、うん、そういうの分かるけど、でもやっぱ現場にだもっとねすごいんだろうなっていうのはやっぱね、なんかね、やっぱり引き手の人のね、うん、その熱いなんていうのかな、気迫みたいな、気迫と、ね、で観客の人のこの歓声というかね、うん、わーっていう歓声とかはね、やっぱり現場にいないとね、うん、ちょっと伝わりにくいかなと思うんですけどね。岸和田は僕見たことないんだけど、うんうん、中屋のところのね、花のね、ここね、うん、まあ見たことがある。花はまあまたね、10月ですから、うん、そうですね、はい、僕ね、ちょっとね、あれを見てね、なんだろう、祭りを見て、ちょっとね、うん、感動を覚えたというかね、うんうん、感動するっていうのが、僕ね、結構ね、初めてに近かったかもしれない。あのね、階段登るんだよ。あれだよ、あのそう、とんでもないでかい、みんな引っ張ってって、神社の手前に階段があるんだけど、その階段をダダダダダって登っていくの。うんうん、で、それがだから一個だけじゃなくて、このね、うん、各町内のね、ところがみんなでダーッと走ってって、ものすごい距離で後ろから走ってって、ダダダダダって、そのね、何トンもあるやつをね、みんなで引っ張ってあげちゃうんだよ。あれね、やっぱね、感動するよ、うん、なんか別にそこに何があるっていうわけじゃないんだけどさ、うんうん、でもね見てるとね、なんかね、やっぱね、そのなんだろう、弾いてる人たちもそうだし、なんかその熱気というかね、なんか熱い思いみたいのがものすごく伝わってくるし、で失敗許されないわけそうでしょ、うん、でね、他の町内の子もあるし、そうこんなところで落ちちゃったらバカ野郎みたいなのがあるわけよ、団長とかすごい、ね、あの言われますから ねふざけんなお前なんていう話になっちゃうわけじゃね、うん、だもうね、ほんとね、命がけなのやってる人たちだから、あれをね、やっぱね、見てるとすげえなーって、やっぱね、こう心が熱くなるというかね、やっぱね、僕すごいなって思うのがね、この大阪のお祭りはね、地元の人たちっていうののパワーがものすごく感じるんです、うんうん、で僕はね、どちらかっていうと東京のね、うん、生まれで、僕深川っていうところで育って、うん、で僕がね、子供の頃のピークっていうのはおみこしが100基出たから、はいはい、100基並んでダーってね、みこしが担がれるっていう場所だったんですけど、うん、やっぱね、年々に減ってきて、まあ引きでもね、うん、やっぱり減ってきますからね、でもだん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 こうね、みこしがね、今もう30何基あるうんうんうん、でも30何基しか今なくなっちゃってるんだけど、それがまあね、4年に一度しかないんですよ、うんうんうん、あまりにもでかいイベントなんで、ね、4年に一度それを担ぐんですけど、うん、だんだんね、担ぎ手がいなくなっちゃう、そう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 、江戸の人間がいないんだから、うん、まずもう地方からみんな出てきた人たちがこう住み始めるから、うん、それやっぱりね、そこに生まれ育った人たちがいないんで、うん、なかなかね、こうみこしなんか肩入れてくれって言われてもね、うん、やっぱりね、まあ、僕らはもうガキの頃からやってるんで、うん、肩入れるっつっても、なんと神輿をね、持ち上げるっていう、うん、なんともあるやつ、みんなね、うん、こんなん、バーンって持ち上げるんだけど、うん、上がんないんだよ、だってもう、みんなぶら下がりますもんね、ぶら下がってくれちゃうんだよ、なんて、うん、そのぶら下がってる人間ごと上げないと、うん、俺ら地元の人間だからって、てめえ、神輿下がってんじゃねえかって怒られちゃうんで、先輩方とかね、で、そういう人たちに言われるから、もう必死ですよ。そうだね、うん、それが朝の6時から担ぎ始めて、うん、夜の7時まで続くわけですから、うん、もうね、ボコボコ、うん、次の日は肩痛くて、ね、全然動けなくなるぐらいの、ね、うん、状態になるんですけどね、まあ、あんまね、なんかね、それはやっぱこう、ね、担ぎ手がやっぱりだんだんいなくなってっていうね、うん、でね、やっぱりああいうのは、ほら、もう昔からこう、ね、五穀豊穣とかね、そういうまあのを祝うっていうのと、うん、やっぱりその日本の伝統文化っていう、ああいうこの木彫のね、こう、うん、あの堀とかね、こういう金箔とかね、なんかそういうのが、うん、
やっぱりなんていうか日本のねいいところをギュッと凝縮されてるでしょ、ね、職人さんのね、うん、やっぱあれは匠のね宮大工みたいな感じでねやってますからね。だからこういうなんかねあの彫り物とかもこうまじまじ見ると、うん、すごいですよ技術そうですよね、うん、だからほんとそういう人もやっぱ少なくもなってきちゃってるでしょ、うんうん、やっぱりでもやっぱりまだまだねそれを作ってる方々いらっしゃるわけですから、ね、やっぱそれってすごいなと思うし、ね、だからねなんかまあ、うん、まあ今のところは僕はもうその岸和田と地元のねやつしかあんまりこう見てないけど、うん、こうなんかいろいろね他のところのやつもちょっとね違いがねやっぱあるんで、うん、なんかそういうのをちょっと見てみたいなと思いますけどね、うん、なんかやっぱこう面白いですよね、うん、あれはまた違うの？あの京都の方とかでやるような、ああそう祇園祭りとか、まああれもまあまたでかいですもんね、うん、あれがなんかそう引っ張るんでしょ。そう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 。あと九州にもあるよね。うん、博多の方もなんか引っ張るよね。うん、なんかとんでもないでかいのね、うん、みんなでね。あれすごいよね。だからあの保険とかもあるっていうよね。ありますあります。ね、うん、あの家ぶっ壊されちゃうじゃん。そうでしょ。回っていって、うん、で回っていってね家の角とかぶつかってぶっ壊れて半分なくなってっちゃうんだから。でもう家の角ねえじゃんみたいな状態になっちゃうわけですもんね。あれ保険があるもんね。電柱倒したり信号機がもう壊れたり、ね、みんなぶっ壊れちゃうんですもんね。うん、それでもちゃんと保険があってっていう、だからそれすごいね。だから九州の方から僕テレビで見たのは、その奥様連中がね、それだけのためにね、あの貯金するんだよね。何百万とか。すごいところで何千万とか。で、それをたったその1日だか2日だかね、何時間かのそのお祭りだけのために全部使っちゃうんだって。でこう巻き寿司みたいの作ったりとかいろんなことして全部もうただでね、うん、食わして飲まして知らない人が家で食ったり飲んだりしてるから、ね、今日ね僕らのところは岸和田はねあのカニなんですよ、うん、はい、あそうなの、うん、岸和田はその時カニを振る舞うのか、うん、あれで岸和田祭りの時はね、でうちは松茸なんですね、そういうのあるんですね、うん、で松茸 の, おにぎりとか、はいはいはい、うん、そういうのがその祭りの時に振る舞われる、はいはいはい、あ、そうなんですね、うん、そういうのあるんですよ、そういうのあるんですよ、うんうん、だからさそういうのもだからうちは負けたくねえみたいな感じでしょ、うん、そう奥様連中がみんなね、だからみこしをね、うん、あのなんていうのやるのに本当にね1年かけてあの準備するんだよ、うん、そりゃそうですよね、だからすげえなと思うね、そういうのってね、うん、でもまあそういうやっぱり伝統文化っていうのはほらね、うん、こう耐えることなく続けていかないと、そうね、うん、だからね、俺すごいなと思うの。だからずーっとね、毎回それをね、映像でずっと見てるの、うん、1年に1回ね、うん、で何があろうが行くんだよ、仕事なんてもうその日休んじゃん、その日は絶対入れませんよ、でも何が何でもそれ撮ってる、うん、で俺ね、一回聞いたことあるの、なんでそんなね、毎回撮ってんのって、まあまあ好きなのはわかるけどさ、うん、何で撮ってんのって聞いたら、その横山がこういうものだってやっぱ若いやつらどんどん増えてきてね、なかなかこういうものもなんか伝わっていかなくなったりとか、うん、なくなっていくことがやっぱり出てくるんじゃないかと。いやだって今の若い子とかね、もう青年団とかね、その面倒くさいから入りたくないとか ね、うん、もう忙しいバイトが忙しいとか ね、そんなどんどんやっぱり引き手が少なくなってくるんでね、うん、だからね、あのそれをちゃんと僕は記録でね、今やれてるところを記録で撮っておくんだって言って、でもすごいですよ、岸和田なんかね、うん、あの映像テレビとかニュースで見るでしょ、はいはい、お岸和田に住んでみたいって岸和田に住む人が出てくるんです、それで、うん、すごいよね、だからやっぱ祭り好きな人たちってすごいよね、うん、だから祭りだこなんかさ、ほら江戸なんかだと祭りだこね、うん、さっき言ってたけど、これタコできちゃってさ、うん、ここのこう、うん、岩みたいなね、うん、タコができる、だからなくなんねんだから、うん、ここボッコって一年中、ね、出てるの、うんうん、でそこに乗っけて担ぐわけ、うん、だからそこまでね、こんなタコできちゃうまでって思うじゃない普通は、でも好きなんだろうね、まあ、ねやめないだろうね、そうそれはね、返すことができないですからね、うん、でもやっぱ大事ですよね、大事です、うん、だから祭り事は大事なんですよ、ね、あの先週はもう祭りバカっていうね、うん、よく言われますけど、まあでも小さい時からそうやって出来てるし、 うちのじいちゃんはもう昔から祭りの提灯にね、字を書く提灯貼って字を書く仕事 してましたから、だからやっぱりね、うん、祭りとはずっとこう縁がね、あるよね、うん、
そうだ、昔の人はあれでしょ、だってうちの方もそうだけどさ、うん、あの例えば家の2階から、うん、みこし担いでもこうやって見てたりとかしたら家にみこし突っ込んでくるって言うんだから、うんうんうん、で神様なんだから、うん、おみこしは神様なんだから、うん、神様の上からね、うん、あの物を見るなんて持ってる方からって、うん、担いでるやつが上から見てるなんて分かったらみんな家ぶっ壊れちゃう本当にそんな時代だったの昔は。まあ、今はうるさくなっちゃったでしょ、まあね、なんかいろいろとね、うん、規制かかったりとかね。そうですね、もう昔は結構ね喧嘩沙汰もありましたし、だって俺ちっちゃい時絵描いてる人ばっかりだったよ、担いでる人って、うん、今そういう人少ないからね、うんうん、喧嘩沙汰ありましたし警察沙汰も ねありましたしね、うん、なんか僕もそんなにこう明白に覚えてるわけじゃないですけど、うん、小学校か中学校ぐらいの時にね、阪神の櫓はね、うん、入校の時間ってもう直さないといけない時間だいたい10時、はいはいはい、10時で決まってるんですけど、はいはい、11時になっても12時になっても直さんかったんですよ、はいはい、そしたらなんか機動隊が来て機動隊7人が7人で直したっていうねすごいなと思って、うん、無理やり直されたっていう、浅草の方もさ、ああいう祭りもそうだけど、先棒担ぐ担ぐないね、うんうん、穴棒っていうの、ね、先っぽを持つ持たないでさ、うん、朝から殴り合いの喧嘩してですか、うん、ああ、だからやっぱすごいよ ね、そこを取るか取らないかで、俺の1年が違うなっていうさ、で、僕ら中学校の時見たね、弾いてるおっちゃんら、もうベロベロでしたもんね、そうだよね、それに、たるだけ頭からかぶってんじゃねえのみたいな匂いがするようなおっちゃんがさ、普通にいたもんね。そう、本当ね、今もまああんまりね、そういうのちょっとあんまり行儀がよろしくないので、あんまりないですけど、昔はほんまに自由でしたよ。そうだよね、本当そうだよね、ベロベロだったもんね、うん、面白かった、面白かったね、うん、まあそういう祭り祭りからね、このゾンビ祭りですわ、そう、ゾンビ祭りね、ゾンビ祭りがね、まあありまして、この9月の22日にね、はい、映画ギャガさんのね、うん、映画で傲慢と偏見とゾンビっていうのがこの9月の30日強化ね、はい、からもう公開されるわけなんですけど、はい、そのまあ映画のキャンペーンイベントとして、うん、大阪の心斎橋のね、アメリカ村にあります、ね、ビッグステップの、はい、ベース 2.53 とまあタッグを組みまして、はい、まあうちとギャガさんとベースさんと、はい、まあまあ3つでね、何かこう一緒のイベントをやりましょうということで、はい、まあ、この傲慢と偏見とゾンビというのを盛り上げるためにですね、ゾンビイベントを開催しまして、はい、でまあそこでまあこう自分がゾンビになったりお客さんにもゾンビにしたりねもうなんかね、リハーサルする時間がねなかったから、前もって当日リハでしょ、そうしたらやっぱり前のリハとかも当然押してきてるから、うん、じゃあもうだんだん時間がなくなってきて、メイクする時間がないよっつって大丈夫かってみんなが心配してたら、やるんだよね、ちゃんと時間内でなんだこの時間で大丈夫なんじゃん。いやもうこれね、万が一のことを考えてほんまにね、着色したやつを持って行ってたんですよ、うん、あ、そうなんね、もうこれ白のまんま持っていくととんでもないからね、うん、あ、そっかそっか、うん、で、一応まあそのパターンをね、白、うん、時間がある場合用と時間がない用の、はいはい、その辺ももう抜かりなく、そういうことか、やっぱりね、現場って何あるかわかんないんでね、もうやっぱり準備が大事ですよ。俺だって見てた、あ、なんだ、じゃあそのファクサミットも気軽に頼んでいいんじゃんって思う違うんだよまあなんかね、そういうツッコリも来るかなと思ってましたけどね。いやでもそんな、たやすいことじゃないんですよ、あれも。だからね、前もってそのね、焼かないといけませんし、うん、あれさ、すごいよね。だってレンジでチンするんだって。レンジじゃない、オーブンか、オーブンでチンするでしょ。オーブンで3時間ぐらいですかね、うん、で、ああいう風なものができるわけでしょ。そう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 。で、それをまあ現地でまたその接着剤で貼り付けて、うん、ね、本来ならそこにまあ色をつけていって、うんうん、現場でもやっぱり2時間ぐらいかかる作業を30分でやらなかったからね。そうね、30分でできるのかなと思ってて、絶対これ間に合わなかったら面白いのになと思って見てたら間に合っちゃった間に合うんだなと思ってまあそこはね、うん、まあなんとかね、うん、
やりましたけど。まあそういうね、ゾンビイベント。まあこれ、うん、あれですよ、この、高慢と偏見とゾンビに出てくるようなキャラクターをね、うん、まあ、まあイメージして。うん。女の子にね、メイクしたりとか。で、まあうちの番組にね、手伝ってくれてる真央ちゃんも、真央ちゃん当日ね、来ていただいて、こう、また手伝ってもらってね。戦ってたよ、ね。うん。うんそう最初まあゾンビにするつもりやったんですけど、うん、なんか戦う方ね彼女はまあある程度その喋りとか芝居もできるので、うん、なんかちょっとねそっちの方でね、うん、なんか俺だってね、うん、俺なんかさやっぱすごいなと思うのが彼女なんかもそうだけどまあ一応女優さんじゃないとすごいなと思うのが、うんうんこう普段番組でこうやっていて一緒にさなんかわーってやってるとそんなに感じないんだけど、うん、ステージ立つとでかく見えんねあなんかこうスラッとしたさ、うん、なんか素晴らしいねなんか体型が ね, ねちょっとピッとしてねかっこいいなみたいなね、うん、やっぱステージ立つと違うんだなっていうね、うん、思うねやっぱ ね, そうですねああいう子たちもねそう、うん、だからまあそういうねなんかもうみんなに助けられてね、うん、衣装はね高橋さんにねまたお願いして、うん、そうそうそう、うん、でなんかこの間言ってくれてたよこの間来てくれてありがとうねっつったのね、うんうんうん、何は小町さんのねそうここで来てたのかね、うんうん逆にこっちがね、俺言うそうそうそう、ほんまですよ、ね、みんなさんのなんか力をね、借りてこのイベントもね、うん、成功に終わらしましてこれまたあれさ、そのベースから心斎橋まで歩いてね、うん、そうそう、移動したねいろんなとこで写真撮られてなんだっけ、あれだよ、ヤフーニュース、うん、ヤフーニュースね上がってたよ載ってましたね、うん、なんか写真出てるなと思って、仮道楽の前でさそうそうそうなんかゾンビが4体ぐらいであれ実はね実はあれね、あそこね、あそこで写真撮ってたんですよ、はい、そしたらね、ものの1分もせんまに、うん、ガードマンの人がわー来てやめてくださいって言って本当、うん、もう人だかりになってああ、うん、ね、うん、すごかったよ、うん、ほんで、はいはい言いながらまたね、違うところちょっと、うん寄ってまたそこで、ねまあ、だ場所的にな、うん、カニ道楽の前じゃ人集まる当たり前の話だでもねまだあの日はね若干ちょっと雨がチラチラしてたからねそんなにこう多いわけでもなかった、うん、普段の休日の日の、うんまあ、半分とは言いませんよ、うん、3分の2ぐらいやったんちゃうかなと思うんですけど、うん、俺でもね大阪ってそんなにこう、うん、わーって人が集まってくるイメージなかったのうんあのね関西の人ってそんなにまあ遠目からはわーわー言ったりとかですねで、まあ、来る人は普通に、ね、普通にバーって来て、声かけてくるカメラ回ってようが何してようが普通に喋りかけてくるんですけどおばちゃんはね、うん、おばちゃん言うと怒られるけどねあんまり言うと最近はほら海外のね人が多いでしょ海外の人だ、うん、海外の人がもう結構 ねその写真撮ったり、うん、この自撮り棒で一緒に撮ったりね、はいはいはい、そのリアクションがあるんですよ、うん、だから日本人が押してんねんけど、はい、驚きとか、その、ものの言い方は、ね、米国人みたいな、アメリカ人みたいなね、感じで。うん、で、まあまあ、僕もちょっと悪乗りしながら、うん、なんかこう、食べてるね、はいはい、そこのベンチに座って、焼きそば食べてる人のところにバーって横行って座って、一緒に写真撮ったりとか、まあそういうこともいろいろやってきました。うんなんかあれですよね。ああいうイベントもやっぱさ、こう街に繰り出していくって楽しいね。楽しい。楽しいんですけど、もうめちゃめちゃね、撮られまくりで。ゲリラっつはゲリラ。一番辛いのが信号待ちなんですよ。あそう信号待ちの時も。一応ゲリラっつはゲリラの曲。うん、そうそう。だって許可取ってんの取ってないでしょ、あれ。勝手に回って行ってあったんだもんね。うんうんだから本来まあ立ち止まってね、うん、そのビラ配ったりとか写真撮ったりするからダメなので、はいはいうん、もうほんまに一瞬だけねもう行ってもらっとっていう感じでね、はいはい、そういう感じでね、うん、やっていきましたまあそれがどういうふうな状態だったのかというのを、うんはいはい、まあまた映像をねまとめてますので、うんまずまたそちらの方を見てもらいたいと思いますのではいそれでは高慢と偏見とゾンビのイベントゾンビ祭りよろしくお願いします、うんはい、ウソビーでございます。
さあ今日はですね、中谷のイベントをやってまいりました。映画のイベントで、この間番組の中でも紹介いたしました。で、です今ね、まだこれリハーサルやってたりとかまだオープンしてない状態なんですね。で、ブースの方で行き始めまして、これね、内緒で大丈夫かな、内緒でちょっと行きますから、リハーサルやってるんで、これ本当は見せちゃいけないかもしれないけど、アーティスト TV だけ内緒で、内緒でこっから見ましょう。こんな感じでリハーサルやってますからですね、これ内緒ですからね、これね、あんまりこれを映しません。で、また本番ね、またブースも紹介しますし、本番始まりましたらステージの方も映したいと思いますんで、とりあえずお楽しみに。はい、あの、
激しい動きをしたらもしかしたらこう普通にちょっとこう隙間にかぶってるんですかね。で、スッとかけて、アーティスト TV で流れてゾンビプラモです。よろしくお願いいたします。はい、毎度です。もうなんかあのね、結構あれですよね、アーティスト TV でも何度か紹介しております、はい、このプラモデルですけど、これよくできてるんですよ。見てください、これこっちのもの、出来上がってるのもね、この辺で色がついてますけどね。で、こっちがまだ、これ色がまだついてない、モノトーンっていう形で、モノトーン、はいはいはい、これはこれでまたね、出来上がってるそうですね、これでね。だからなんかこう、あれじゃないですか、モノトーンっていうのもなんかちょっといい感じですね。そうですね、あの、まあ、陰影をつけてるんですけれども、うん、はい、非常に面白い、まあ、こういった塗装も楽しみか、はい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 、楽しんでいただければと思います。そうですね、これこの間僕ね、たまたまあれです、南歩いてましたら南のおもちゃ屋さんでこれ発見しましてね、結構あの売られてたんですね。そうですね、してます。あの家電量販店さんとかでも取り扱いいただいてますね。はい、だんだんネットとかで手間前にしていただいてますね。絶対ちょっと今ね、中谷さんとケンケンが一押しでこれ火つけてますんで、皆さんぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、ね、まだワンニダーさんだとどんどんね、続いていくんですね、はい、なので、ぜひぜひ、はい、でまたちょっとこう、ずっとグッズ紹介しながら、また、ね、あのその辺もまたちょっと回ってまいりますので、それではまた、後でなんかね、だんだんね、あの中谷に住むごちごちできてきてるんじゃない、なんかこれこれあんな感じで今自分で今やってますけどね、あんまりこの映像は見れないですよ。アーティスト TV だからこそじゃないですか、これこうやってる姿はね、見せないですからね、出来上がった状態からっていう感じですけどね、いつもね。今日は珍しく、まあ、アーティスト TV だからいいからっていう感じですよ ね、 なんかね、今日ね、ママもいるよ、まあI'm sorry.
さあ、というわけで、これからまたイベントね、始まっていくわけですけど、はい、今日、プラモデルとかね、マオちゃんみたいなところでね、はい、いた、じゃあ、むちゃぶりして、ね、はい、今日ね、あんた、終わっていくんだ、いやいや、こんな、もう、年々MC やったんですけど、あ、そうなんですか、いきなり、女優で、これ、これ、主観優勝ですか、いつの間にか、女優で、いつの間にか、ありがたい着替えをいただきました。というわけでね、ブースも出てたりとか、いろいろこれから、そうですね、特に問題も出てるんですね。そうですね、まだまだ、でこれからまだ集団バス出てたりするんですね。そうですね、で、また戻ってきて、ね、大変大変、大変大変、大変大変ね、くたくたになりますというわけでね、でもまた、今日一日中カメラ密着します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、楽しんでください。制作、交番の偏見プラス謎のウイルスに感染した終末世界イコール興奮が加速する史上初のラブロマンス、高慢と偏見とゾンビ映画公開記念イベントをビッグステップ内 BS2.5 で開催いたします。それではただいまよりギャガ株式会社の下高原さんにご登場いただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ギャラクシーからです。よろしくお願いします。それではですね、早速、はい、この映画高慢と偏見のゾンビ、はい、概要等をお話しいただければと思います。はい、9月のですね、30日に公開でして、はい、この近くですと東宝シネマズナンバーで上映が始まりまして、はい、まあ、高慢と偏見、18世紀のイギリスの代表的なラブストーリーなんですけど、はい、まあ、その、ラブストーリーにゾンビを掛け合わせた、いわゆるマッシュアップっていうらしいんですけど、はい、全く違うもの同士が一つのものになった時にすごく楽しいものになるっていう話なんですけど、そのラブストーリーの中にあのいかにゾンビが絡んでいるかっていうのをちょっと見ていただきたいなと思って、なるほど。で、実際には、まあ、あんまりお話するとちょっとこれからご覧になる方とかそうですね、ネタバレがありますね。だから予告編をね、はい、ご覧いただきたいなと思いますんで、はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは予告編をご覧ください。18世紀イギリス、女性にとって結婚が全てだった。 Mr. Darcy, a young single man of large fortune。 そんな中、一人自分らしく生きようとしたエリザベス、プライドの高い高潔な騎士ダーシー。 Tolerable, but not handsome enough to tempt me. Nor any other man here, apparently. Never have I encountered a man so consumed by his own pride.Overwhelming numbers. We must bring the fight to them. I've been training for this my whole life. There is now a cunning design to the zombie attack. Narrowly saved the life from an undead. Fight in the middle, the two.本当の愛を知る。高慢と偏見とゾンビ。Carrion flies, the ability to detect dead flesh. Oh dear.
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。結構迫力のあったパフォーマンスだったと思うんですけど、ね、はい、傲慢と偏見とゾンビっていう映画の中でも、はい、さっき予告編いただいたんですけど、こういった中世の衣装に身を包んだセクシーな女性がカンフーマリーに今みたいなちょっとここチラ見えみたいな、そうですね、ありっていうことで素晴らしい、素晴らしいです、素晴らしい、ありがとうございます。それでちょっとね、はい、今日せっかくベース 2.5 さんにお世話になっているので、はい、ちょっと今の、パフォーマンスのちょっといろいろ感想とかをお聞きしたい方がいらっしゃって、はい、お呼びしましょうか。はい、稲葉由里さん、はい、ご登場お願いします。皆さん多分ご存知かと思うんですけど、世界コスプレサミット世界1位のコスプレイヤーの稲葉由里さんです。はい、皆さん、はじめましての人もいつもお世話になってる人もこんにちは、2009年世界コスプレサミットで優勝したことがあります、稲葉由里と申します。ありがとうございます。先ほどね、袖で稲葉さんもアクションされるってことでちょっとお聞きしてまして、実は2009年西国バサラ、ここに一人が西国バサラという作品で真田幸村のコスプレをしてアクションをして世界一を取っていたので、はい、そう、先ほど素敵な綺麗なお姉さんたちが飛びかかるゾンビを切ったはったでちらっとセクシーなおみ足を見えて袖でドキドキしながら実は見ていたというのは内緒です。なんかちらっと私もちょっとやりたいなみたいなそうなんですよ、リハーサルの時にですね、皆さんがしてるのを見て、いいな、私も混ざりたい、この200で混ざっちゃダメですかって心の中で思ってたんです。ちょっと真似されて、ね、コピーされてましたね。袖で見られてました完璧でした、バレてました、ありがとうございます。今アクション見られていかがでした？いや、もうさすがかっこいいです。あと予告の方も私もちろん今回のイベントに呼んでいただくということでチェックさせていただいてたんですけれども、はい、5人姉妹の長女と次女そのままだなと思って拝見してました。また映画の方もぜひ応援お願いしますもうすごく見たくて見たくてたまらないです。また引き続きよろしくお願いします。こちらもよろしくお願いいたします。この後ですね、ちょっとゾンビの一般の方がゾンビのメイクをされている方が先ほどいらっしゃって、ぜひちょっと壇上に上がっていただきたいなと思うんですけど、どっか行かれるかな、ね、あ、ぜひせっかくなんでぜひ今回ご参加ありがとうございます。ちょっとセンターせっかくなんでセンターどうぞ。お名前は、はい、昆虫博士と呼ばれます。あ、本当です、昆虫博士、はい、ペンネームみたいな感じですか、はい、そんな感じです。どちらからいらっしゃる？京都ですね。京都から、はい、わざわざありがとうございます、はい、映画自体はご存知でした？全く、全くじゃあこれを機会にぜひ、はい、でせっかくご参加していただいたので、はい、ちょっと参加賞として、はい、うちの映画会社と、あと、まあ、今回特殊メイク兼ゾンビ役のキッズカンパニーの中谷進先生でいろんな CM とか映画とか特殊メイク担当していただいてます。で実際にキッズカンパニー中谷先生から実際にゾンビメイクの感想と、あとプレゼント提供がありまして、まあね、なかなか思い切って顔にねゾンビメイクをしようなんて人はまあそんなにねいないんで、もう物好きな人なんかなと思ってまあまあでも本人もね楽しんでやってくれてるんで、まあ、こういうメイクってねやっぱり楽しんでね、でもそうなんですけど楽しんでることが大事なので、ありがとうございました。またハロウィンとかもね、本当にこの阿部村周辺ってものすごいことになるぐらい、はい、メイクされた方が増えるので、はいはい、ぜひ10月末も何かしらご参加いただければと思いますね、はい。で今回、ね、ブースを、ね、出してくれて入るこのゾンビプラモデルなんですけども、一つこれ協賛いただきましたので、ぜひじゃあこちら中谷先生の方、はい、いたしますので、はい、ありがとうございます。ちょっとうちの映画会社もせっかくなんで、稲葉さんから進展ということで、こちら今回の傲慢と偏見とゾンビのチケットペアですので、ご参加ありがとうございます。9月30日から東シネマズ、はい、近くでナンバー、まあ、梅田でもやってますので、ほんまにいいですよ、ぜひぜひ、ものすごくね、
あの意外とお金がかかってる映画なんで、意外とかかってる、真剣に作った映画なんで、ぜひ楽しんできてください。はい、楽しんできてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの、一応こちらでですね、あの、高慢と偏見のゾンビと、ベース 2.5 のコラボ、イベントは、あの、終了させていただきます。あの、皆さん、あの、ぜひ、あの、ゾンビメイク、また機会がありましたら、よろしくお願いします。はい。あの、ちょっと、あの、中谷さんから告知がありますので、ちょっと変わります。はい。あの、まあ、ブースの方では、キズメイクとか、まあ、ゾンビのね、あの、ペイントメイクとか、で、ゾンビプラモデルも、あの、ありますので、ぜひ、覗いてみてください。よろしくお願いします。すいません、あのもう一つ告知で、あのこの後ですね、5時から、このままあの中谷さんと、ゾンビしていただいている方に、ザクロという、まあ、ちょっと今回の映画をイメージしたようなレストランというかバーがありまして、そちら東心斎橋にあるんですけど、そちらの方でまたあの中谷さんがゾンビ DJ プレイをちょっとあのされるようなイベントもありますので、もしお時間がありましたら覗いてください。よろしくお願いします。それではこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
して、ね、でまあベースの中ではね、うん、またあの DJ ゾンビさせていただいて、ね、であれですわDJ ゾンビ初ちゃうかな、うん、あのコスプレさんたちを前にしてはいはいはい、はい、やる DJ ゾンビって初めてやったかな、ね、うん、でもみんな踊ってくれてね、コスプレさんたちはあそこのお店に行けばいるんでしょ、うん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 、あの人たちはいつもあそこにね、もうなんかね、みんな輪になって踊って盛り上げてくれてましたよ、うん、本当にありがたいことですわ、うん、まあゾンビとなんかこのコスプレの子たちのこの融合が面白かったですね。でもね、あのね、うん、僕ね、こうお客さんなんかもさ、あのブースでちょっとやってたりとか、うん、まあ中山もあそこでね、こうやってたでしょ、うん、でね、あの子たちの食いつき方が面白かったよ、うん、なんか見てたらね、うん、かなりやっぱり興味津々で、やっぱりね、うん、すげえなっていう言葉が出てた、うん、やっぱりこう、やっぱね、コスプレっていうまたその世界とちょっと違ったね、うんうんうん、いやでね、あのグロー、まあ別に僕、うん、そのグレードどうのこうのっていうね、うん、あれではないんですけど、まあ某場所にこう、ほら毎週土日来て撮影してるようなコスプレの子と、はい、ベースに来るそのお客さんってね、うんうん、やっぱりね、コスプレの完成度が違うんですよ。ああ、はいはいはい、はい、だから
難航って言うとあかんで、某場所にね、来てるコスプレの人は、やっぱりなんていうかね、ちょっとなんていうか、まあ、いや、頑張ってやってますよ、頑張ってやってるけど、その熱の入れ具合がやっぱりベースに来てる人とかは、もっともっとなんか、そうだね、だからさっきなんだっけ、映像の中に出てたあの女の子だって、世界チャンピオンの、ああ、そうそうそう、世界ですね、世界ね、日本じゃないね、世界チャンピオンですね、そうそう、になった女の子だもんね。そうね、でまあそのねもう関西では有名な焼肉のねイカリンとかもメイクね、うん、やってくれて、はいはい、やっぱりねすごい反響ありましたよあれね、うんうん、でギャガさんもね、はい、大喜びで、うんうん、もうみんな写真撮って世界に発信できたって言ってね、はいはい、結構喜んでましたしね、うんうん、でそこでまあこのゾンビプラモもねあこれ着てたよ着てましたでしょこれ、うん、俺見てたんだけどさ、うんまあ、ここにあんのこうやって全部そうこれカラーバージョン、うん、これあのね色が、まあ、ついてないわけじゃない塗ってるんだけどそうそうそうモノクロバージョンねそうモノクロバージョンって言ってちょっとこう濃淡だけつけるっていうのかな、うん、だから例えばグレーと白と使い分けてちょっとこうね、うん、あれ新しいですよあれ、ね、あれはねちょっと俺いいなってちょっと買って作ってみたいそうで背景とかもちょっとそのモノクロのね背景を用意して、ね、そこで写真撮ればほんまにモノクロの世界観がねできるんでねあれはちょっとね面白いなでほら写真のこのアプリとかでちょっとこう古ぼけた感じの、ねうんはいはいはい、ああいうのにすれば、ね結構もうなんかねそれっぽいというか、うん、面白いですよ ね, ねあの写真というか昔の映画の写真みたいなね、うん、そうそうそう世界観になりますよね、うんね一応面白いですよ、うん、まあこのねゾンビプラモはねまあうちもこれもっともっとやっぱり広げていきたいので、うん、まあ常にちょっとねこの番組の時にはもう前に出しながら、ねそうねうん、だから大阪あたりは、うん、もう日本橋とかね、あと南、ね、取り扱ってるところがね、うん、数点ありますから、うん、いくつか置いてあったりとか、はい、僕もちょこちょこね、まあ、暇でちょっとブラブラ遊んでたんですよ、うん、そしたら、あれみたいな、うん、レジの横にこう並んでたり、ね、結構な目に入るんで、うん、ぜひぜひ皆さんねそうもう第2弾出ますよそうそうそうだから早く第1弾買っとかないと、もう第2弾出てくるからねどん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 ね、うん、増えていくって言うてるからね、うん、100体にしては目指したい言うてましたから ねだからまあ、ね、それぐらい来るんじゃないですかね、うん、ぜひぜひ皆さんねはいでパッケージだっていいじゃないそうそうパッケージもこれね、昔のねレンタルビデオですよ、ね、僕ら世代がね書いてきたようなほんまに凝ってますよ、ねうんよくできてるなこれなだからまあこの箱もね作ってこの人形もそうですけど、うん、箱もねそうなのこれもこれでなんかこう集めてさそう、うん、面白いと思うんですよ、うん、これ、うん、だからまあぜひこれねコンプリートしてくださいはいぜひねはいでまあそのゾンビですけど、はい、まあ今回そのいわMV でね、うん、ミュージックビデオの方でまあちょっと依頼があって、はいはいはい、で片山ブレイカーズ&ザ・ロッケンロールパーティー、うんはいはい、ね片山ブレイカーズさんなんですけどまあ今回新しいニューシングル出すにあたってね、うん、まあちょっとゾンビメイクをしてほしいっていうのが、はいはい、まあ依頼があって前回ちょっと映像流したね、うん、でそれ行ってきましてね、うん、まあもう YouTube にもねバンバンその動画が上がってるんですけど、まあね、かなりやっぱり反響良くてですね、はいはいはいうん、でまあせっかく僕もね、うん、関わらせていただいたので、はいはい、まあぜひとも応援ね、うん、していきたいということで、はい、でまあこの増刊号でもまたその映像の方をね、はい、流したいなと思ってますし、はい、でちょっと相談したところね、うん、この10月11月12月まあ期間限定で、はいはい、まあこの曲、うん、モンスタールネッサンスという曲なんですけど、はいはい、これまあちょっとエンディングに使わせていただいてまあそれでちょっとね、はい、少しでも応援できるようにね、年内いっぱいは見れるわけですね、うん、番組のねでまあ、はい、YouTube でも動画はねバンバン上がってますから、まあすね、また皆さんね、うん、見ていただい て, う、ね、こうどんどん拡散していただいて ね、はい、広めていっていただきたいなと思います、はい、結構曲調もね、うん、いい感じでねそうですよね、うん、この間僕もね番組でね、うん、かっこいいですよなかなか、ね、はい、うん、なのでまずそのねニューシングル「モンスター・ルネッサンス」の、はい、まあ出来上がったその動画、はいはい、
そちらの方を一旦見ていただきましょうかね。はい、では片山ブレイカーズモサーズルネッサンスどうぞ。はい、まあまあやっぱかっこいいっすわね。うん、なんかなんか今風っていうかね、うん、あの結構最近多いようなその曲調というかね、まあ、ね、うん、最近のね流行りのというか、はい、あのすごいこう耳に残るというかね、うんうん、なのでこれもね応援していきたいなと思ってますので、ね、ぜひ皆さん、はい、はい、でライブに行けばこの CD もね10月の13日から、うんうん、ライブ会場、これねライブ会場でのみ、あ限定なのこれ、そうライブ会場でのみ発売なんですよ。なので手に入れたいなっていう方はライブ会場で手に入れていただきたい、うん、でただまあ映像はねその YouTube の映像はもういつでも見れますので、まあそちらで楽しんでいただくのもねいいかなと思うんですけど、ぜひ手に入れてください。はい、ということで、まあまあ、もうあれ、エンディングですよ。もうエンディング。もう早終わらんと、もうこれ。もうエンディングなんて、もうでもねえよね。こんだけ変装があるんですから、これ、見てる人はいつ終わんねんって感じでしょ。で、だからほら、今日はさ、一応は、言っても、あれなのよ、うん。収録なんだよ、これは。うんうんうん、だから、今、ね、流れてるの深夜だけど。
そう、だから多分ね、まあ、真っ昼間だからね、本来は多分だから、うん、あのいつもほら生放送で時間のある中でやってるから、うん、この収録は多分気持ちが緩むねんな。そう、昼間だからもうさ、口も動く動く、夜中だともうちょっとさ、喋ってもさ、ね、ろれつ回んなくなったりするんだけど、うん、全然へっちゃらで喋れちゃうから、昼間は。もしね、喋りすぎてて、もしあれやったら、まあ、切ればいいわけやから。切っちゃえばいいじゃん、ね、みたいな話で始まっちゃうから。そうやから、こうもうずーっと回ってるんですよ、これ。だけど、なんかそう言いながらもずーっと喋り続けちゃうから、うん、切る場所なくなっちゃうんだよ、これな。そこでお互いがね、喋りかぶってるんですよ、若干こう。切る場所なくなって、編集できない。うん、編集って作っとけばやろうっていう。うまいこと、なんか一つ一つこうね、そうそう、あの、ケンケンが喋る、で、一泊置いて俺が喋るとか、帰ったらこう途中切れるんやけど、編集って絶対かぶってるで、これうまいことね、ずっと喋りっぱなしだから、もうほぼほぼ多分これ切られへんわ。だからそれなんで今そんな話したかっていうと、多分これ流れてるのは30日なんですよ、うん、だから映画とかは、今日からやるでしょ。だからさっきのね、うん、そうだし、うん、で今日は収録日なんで、ちょっと日にちずれてるけど、これ俺今日ね、わざわざしてきたの、これ時計、これ今日ボビー誕生日なんだ。あ、そうなのね。今日がね、うん、誕生日で、そう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 、おめでとうね。俺メッセージ入れた。ね、ちょっと30日になっちゃうけど、おめでとうね。はい、おめでとうございます。そうそうそう。ね。こんなもあったりとかさ。まあちょっといろいろ。ほんまですね。うん、あとね、何だ、ゴーゴーソルバックサミットも、うん、だから、ほら 先週も言ったけど、うん、全く来月のさ、番組内容考えてないよね。プランがね。うん、でね、いつも言って、この間はうちの番組でさ、中井には言ったんだけど、うん、いや、大体ね、この番組で、あのね、アーティスト TV で、あの、来月は何日ですって紹介してくれるじゃない。うんうん、で、その時に、まあ、俺はこうしようかな、ああしようかなって言いながら、うん、まあ、番組内容を本来考えてるんですよって、ここで言っちゃったからやらざるを得ないんですよ、なんていう話をしてるんだよね。で、本当に俺、来月考えてなくて、どうしようかなと思ってたらさ、うん、なんか今日さ、釣り行くっつうからさ、釣り選手権取るからよ。これからカメラ持って行って釣りの選手権を取って、どっちかどっちかっていうか、まあみんなスタッフも行くでしょ。だからスタッフも交えてみんな誰が優勝するかを取ろう。で、それ流そう。だってやることないんだと、やることないからそんな流してだから俺ほら前回多分俺言ったと思うよ、これ釣りのあれでも流してんちゃうかって言ったと思う。だけどだって今日釣り行くんだよ、俺今日聞いたんだよ。で俺釣りさんも何も持ってきてないから、だから中山に借りて、うん、今日みんなでちょっと釣り行こう。なるほどね。でこれからちょっと写真ね、みんなで撮って何匹撮っていっぱい釣ったやつの勝ちみたいなさ。なるほどね。ね、賞金かけっか、賞金なんじゃん。負けんぞ。な、賞金かけてやる。そんな、かけとか、そんなバーで言うか。バーかかるかるな。賞金じゃないですか。賞品。賞品な、うん、そうそう、賞品かけて。賞品もかけてね。そうしよう。はい、あとは魂もかけてね。魂もかけてね。まあ、ちょっと一応ね、そんなことを、うん、やろう。なんかもうこの場で考えるか。まあまあいいわ、うん、まあそういうね、ゴーホーソルワークサミットアーティスト TV なんですけども、はい、まあ10月もね、うんうん、10月はね、この9月以上に忙しいですね。そうだね、うん、なのでまあ映像としては一応あれですね、大規模災害訓練がね、今年もやっぱりやるんです。まあ特殊メイクね、この番組であまり特殊メイク紹介してないからそうスペシャルとそれは流さなあかんちゃんと仕事としてね、こう社会貢献してるよっていうところを言っとかなあかんから、うん、まあそれはね、ちょっと撮らなあかんな、紹介せなあかんなっていう部分だし、でだってみんなさ忙しすぎてさ、うん、カメラ回すやつがいないから、だって映像として残ってないでしょ。あれこの間だってもうあれですよ、ねえ、ソウルファクトリー社長にカメラを渡して撮ってくれっていうのは無茶なこと言ってだからあれね、あれなんだよ、だから今回の映画の、ね、やつもそうなんだよ、うん、あれソウルファクでも流すの、ソウルファク、うん、ソウルファクサミットでも流れて、うん、でこっちのカメラはこっちのカメラでさ、うん、2台あったから、うん、社長が2台持って両方同時に撮ってたね。ねえ、ほんまにもうなんか人使いやらいやらいもうもうそんな状態だもんね、うん、でまたね、来月、うん
はうちはその映画の方もね。そうね、今回まあ一応ね、うん、ワークショップも10月の中でどっか一日は、うん、やるんでしょ。まあやりたいなと思ってるんですよ。うん、で、まあ今回に限り、うん、通常のワークショップ内容プラス、うんうんうん、その衣装をね、うん、まあ破ったり、ね、こう色をつけたりするのって、うん、どうもこう、うん、みんなの見てるとね。はいはい、ハサミでザクザク切って、はい、こうなんか綺麗な切れ端のあのね、それは違うだろう、神社のこのあれみたいになっとるわけですよ、こういう。だからそうじゃなくって、うん、もっとこういう感じにしたら ね綺麗にできるよっていうね、うん、そういうそのマル秘レシピなんかもね、はいはい、入れながら今回は、これ自分でだってお金払って行こうかなっていうぐらい、うん、スペシャルでねちょっとやりたいなと思ってますんで ね、 なんかそうなのね、うん、ただまあな場所と時間等々はまだ決まってません。だからカオリンのイベントみたいやつね。場所と時間を教えませんね。あれはほら場所場所もあれはもう場所すらもう秘密になってるから、うん、まあうちはもうあの決まれば流せますよ、うん、あれは決まっても流せないですね、うん、うちは決まったら流せますから、決まり次第すぐにねあのホームページフェイスブックとか怒られちゃうな、うん、告知しますからね、うん、だから今回はほんまにね、あの通常より多分1時間くらいは長尺で、うん、ちょっとスペシャルなワークショップ、うん、もうこれその10月最後ですからね、うん、はい、もう今回逃すとまたこれも流れるんでしょ。それもね、流すか流すか、そんな流しとかいいんじゃないの。うん、まあマルヒレシピのところは流さないですけど、まあ、そこはちょっとね、うん、それはもうね、来ていただいただけに、ね、はい、あれなんですけど、うん、ただまあね、10月も多分コンテンツ多いんでね、ね、これ待つ大変なことになっちゃうんじゃない。うん、だから10月の増刊号は多分ほんまに5時間スペシャル映像だけで5時間スペシャル、ほんまに怖いんですよ、ね、うん、まあでもできるだけね、あのつまみつまみでもとりあえずどういうことやってきたかっていうのをね、あので、まあまあちょっとね、うん、ずれてからでもまた、ね、まあ11月でもね、ちょっと見れるようにね、はいはい、していけば、だからまあ長尺になりそうであれば10月11月と分けて ね、また少しずつ、ね、小出しになっちゃうけどね、そうそう、でね、まあ放送もねちょっといろいろ僕今考えてるんですよ、うん、まあだから通常今のこの生放送と、うん、まあ、収録でね、はい、やってるところ、はい、まあそのスタジオのこととか、うん、そのなんていうのかな、その番組の尺のこととか、はい、うん、時間、その放送の時間帯とか曜日のこととか、うん、もう一回ちょっとね、まあやっぱりこう今までやってきた中のいろんな反省点を、まあそういうこと、うん、踏まえて、はいはい、もう一回ちょっと練り直して調整し直して、うん、もうなんかこうさらにいい配信にね、うん、やっぱりしたいので、まあ、皆さん見やすい方もいいもんね、うん、だからまあそのあたりで若干ちょっとまたねいろいろその、うん、変わる部分ももしかしたら出てくるかもわかんないですけど、うん、極力まあ中身的にはね今の状態ですよ、まあ、さらにそのグレードアップするという形でね、はいはい、なんかちょっとこう、はいね、スペシャルになっちゃうんだ、この新たにちょっともねこの秋ワークール終わっちゃった、うん、この秋はでもね、うん、いやでまあだからやっぱりよりねまたゲストさんもいろいろいろんな方に来ていただきたいし、うん、はい、うん、今までね紹介してない方もまだまだたくさんいますから、うんうん、できるだけ皆さんに紹介して、ね、まあゲストさんとかスケジュールとかね、うん、いろいろみんなのスケジュールがあるからね、まあだからそういうところも考えて、うん、まあよりいい放送を目指して ね、 そうですね、はい、うん、頑張っていきたいなと思っておりますので、はい、で10月14日は、アーティスティビル生放送で、ね、まずありまして、はい、でその翌週21日がゴーゴーソルワークサミット、はい、釣り三昧、はい、釣り三昧釣り映像まあこれでも釣れたらええけどさ、これ結果かっこ悪いよね、全ポーズとか言ってどうする、これ全員釣れなかった、でもソルワークサミットは流すでしょ、もう誰か海飛び込まなあかんじゃん、ね、最終的にねそれはだって飛ぶキャラですよ、俺ら飛び込んだら死んでますよもうねえ、まあ、どうなるかこの後ね、ね、まあ28日がまたアーティスティビー生放送ありまして、はい、今回30日に増刊号あるので、うん、まあちょっと編集もまたね大変ですわ、ね、これ、うんうん、頑張りますね、編集間に合うのか、編集ねほんまこれもう誰かな、編集できる人いてないかな、まあでも、あれです。番組の方はね、まあアシスタント、それからまあカメラマンね、そういう、いろいろ作業をね、手伝ってくれる方、まあ衣装のね、スポンサー等々も協
協力も ねお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。いたします。はい。で、ゲゲは10月、まああれか、モンスターナイトね、うん、やりたいですもんね。モンスターナイトやりたいですよね。うん、モンスターナイトだって、え、うん、やる？だから やるのはやろうとしてるんですけど、うん、まあなんかね、今ちょっと考えてて、その、うん、どの方向でやればいいのか、はいはいはい、まあよりいい方向でやりたいので、うん、まあ結構ね、僕らサイドもそのあれですよ。まあちょっとしたところからこっち来てくれこっち来てくれとか言われてるんで、だからまあよりいいところでやりたいですもんね。はい、なのでまあそのあたりも本来はねもう発表できればよかったんですけど、なんかこの場に来てまだまだこういろんなところからオファーいただいてましてですね、ちょっと決めかねておりますので、クレートカーもあってもいいんだよ。腕は死ぬか12月はまあまたほら例のねブラックサンタ、ブラックサンタと言いながらまあブラッククリスマスね、うん、まあそういうのなんかそれもね、なんかちょっと名前をね考えたいですよね。ただ最初一番最初俺に振ってきたのは、いや結局さブラックサンタやりたいですよねって、何言ってんのかなって思ったの。ね、通常は赤いのがまあねサンタさんじゃ、でも僕らはどっちかっていうとダークなイメージでブラックサンタの方がいいでしょと、じゃブラックサンタをやってこの世に広げていきたいんですよ。まあね、まずじゃあ、はいはい、番組でやりましょう。言いましたよ。いや始まった。言いました。誰一人としてブラックサンタにならない。ただね、だからそう言ったものの全員がそのブラックサンタで黒コスチュームね、同じサンタ服だとなんかね面白くないですもんね。だからそこに違いをやっぱ入れていきたいから。めめガッツとただの黒い人たちだじゃん。そうそうそう。でもサンタ関係ねえじゃんみたいな。でも世界観はそういうことですよ。まあ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 ダークなクリスマスっていうことですからね。はい。まあなんかちょっと。その辺もこう新しいネーミングを考えて、ね、なんかちょっと違った形で、ね、まあ、それをね、広めていくようにしましょうか ね、うん、はい、なのでまあ12月は12月でそういうね、またおのおのの番組でスペシャルズ ねありますんで、はい、もうそちらも楽しんでいただきね、はい、ということで、まあ、今回も長々と喋りましたが、これ、なーげーなー多分ね、これ、今回もなー、もう半分客に寝て、多分寝つないで編集したらさ、これ、ほんまに、どれぐらいになってんのやろな。多分もう、あれ、半分ぐらい寝ちゃってると思う。これ、今の時間、終わる時間見たら、ちょっと、驚愕ちゃう。もう半分の人はもう、そのままこうやって、パソコンの前でこうやって寝てるかも。まあ、でもね、アーカイブもあるし、2回、3回ね。3回でも見れます。何回も見ていただいたらいいんで、でまあこの番組の方のね、番組フォローもお願いして、でまた皆さんにねこうシェア拡散もよろしくお願いします。ガーガー君もね、ちっちゃいのと大きいのとね、これねまたスペシャルバージョンで、ね、出てきましたね。12月ぐらいだったらもうこれぐらいの出てきました。最後もう自分でこう格闘するみたいな、これが出てくる、ガーガー、はい、ということで、まあ、今回も増刊号ありがとうございました。またでは次回生放送でお会いしましょう。さようなら。
を締め付けて、こんなに胸を締め付けているんだろう。床付きは爪痕のような、この悲しみが消える日を予感してる。錆びた機関銃を、胸いっぱいの花束を、今夜全てをここで失くしても、僕らは生まれ変わった。